以上が今回の番組内容でした。それでは次回4月1日水曜日から放送予定の番組内容をお伝えします。定例記者会見での市長からの発表の内容をお送りします。前橋市長が市政について語るテレビ版市長コラム、次回は安心して年を重ねられる地域にするためにをお送りします。町の出来事では市内で行われた様々なイベントや行事などの模様をお伝えします。市政ガイドでは環境保全課から犬の登録、狂犬病予防注射とペットの飼育についてをお送りします。また特別番組として元ジュネーブ市長現ジュネーブ州議会議員のピエール・モデさんと前橋市長の対談の模様をお送りします。今回のミニ情報のコーナーは4月のボートレース開催日程をお伝えします。4月1日水曜日から6日月曜日までの6日間はボーイズビーツプリンス、15日水曜日から20日月曜日までの6日間は日刊スポーツ千鳥杯争奪戦、25日土曜日から29日水曜日までの5日間は中日スポーツ坪音大賞を開催します。4月18日土曜日、春恒例の第48回高虎落座を開催します。開催時間は午前10時から午後4時まで、フェニックス通りと津市真ん中広場を会場に開催します。太鼓演奏や子ども当人などのステージパフォーマンス、高虎座や雑貨や手作り品などが並ぶフリーマーケット、にぎわい市などを楽しむことができます。ぜひご来場ください。このあと45分まで市役所からのお知らせをお伝えし、45分からは技の彩りをお送りします。今回は象牙色、象牙細工をお送りします。次回も津市行政情報番組まるっとつガイドをぜひご覧ください。